太平洋から昇る朝日、本州最北端の関市シーサイドキャトルパーク、大間展望台から、大間の町、津軽海峡、北海道が望める。中央の校舎は、大間高校である。シーサイドキャトルパーク大間台、正木漁港大間城は、青森県下北郡の町で、下北半島の先端に位置し、本州最北端の自治体である。津軽海峡に面し、天気の良い日には、 対岸北海道を見渡すことができる。大間マグロはグルメのブランドとして人気が高い、建設中の大間原子力発電所がある。北前船の寄港地であり、南部藩でありながら文化的、血縁的にも北回り航路の影響が濃い、国内国外漁業及び観光を主産業とする、電源開発による大間原子力発電所の立地計画が進んでいる。 近年、大間のマグロの知名度が高まったことにより、観光地としても、脚光を浴びている。主要海産物、マグロ、イカ、ウニ、昆布2015年の国勢調査で、2010年の調査からの人口増減を見ると、17.56%減の5227人であった。この人口増加率は、県下40市町村中39位と、 青森県内でも特に過疎化の目立つ地域である。警察消防高等学校、中学校、小学校、以下は廃校。町内を走る鉄道路線はない。かつては、国鉄大畑線を、大畑駅から下風呂温泉、風間浦村を経由し、奥戸駅までを結ぶ国鉄大間線の計画があったが、実現することはなく、未成に終わった。最寄り駅は、 むつ市にある JR 東日本大港線の大港駅である。町内に県道はなく、国道のみ立地する。大間のマグロは名物として名高い。ありがとうございます。